多くは語らず、後ろ髪を乱暴にボサボサ書きながら、吉典が生徒会室を出ていく。吉典はああ見えて、一番察しがいいというか、それこそこれだけ付き合い長いと、嘘をついたって秒でバレてしまうことくらい、僕にだって分かっていた。だからこそ、彼なりに色々気を使ってくれていたことも、実は分かっていた。どちらの後を追う気分でもなかったから、そのまま窓際に腰掛ける。今日もぐずついた空を見上げながら、フルフル詐欺を繰り返している初雪が、一生降らないことを願う。なんなんだよ。どうリアクション取ればいいんだよ、これ。そういうテンション感だったっけ、恋愛ロワイヤル。本当に僕がただの鳥頭でサイコパス野郎だって、周りに思われたままなのも嫌だったから、良き理解者がいてよかったよかった。それこそ頭でもぶつけて記憶飛ばさない限り、初恋の相手を忘れたりなんてしない。あ、マリが初恋の相手ですか？で、その初恋の相手から告られたのにもキープして祈るんですか？あなたはクズなんですか？なんかここら辺重ための理由がありそうだね。まあ確かに他のことはよく忘れる方だけどさ、間違いなく彼女が僕にとっての初恋の相手だった。だったっていうのがミソだったんだろうね。マリがいない間に何かきっかけというか事情が変わった出来事があったってことか。忘れたふりするのって結構大変なんだから、結露した窓を指で覗りながら誰にでもなく愚痴る。まるで呪いのように今でも忘れられないあの光景が曇ったガラスに映し出される。あ、これはパート1の振り返りみたいな感じ。例えばパート1の編集してからというものの、俺は恋愛ロワイヤルのパート1を一回も見てないんだけど、なんか回想シーンあったよね。しかしマリちゃん本当に戻ってくるなんて、それだと今度は僕が悪者みたいになっちゃうじゃないか。僕は冬が嫌いだ。今となっては忘れたいこと、忘れていたいことを嫌でも思い出してしまう。何があったんだお前ら。え、ただマリが転校しちゃったって話じゃないの、この様子で言うと。だから言われた通り忘れていることにして、一度全部まっさらな状態にしてからやり直すつもりだったのに、それも結局うまくいかなかったし、きっとそんな僕の気持ちが彼女には見透かされていたんだろう。あの子はいつも何だって分かったように笑うんだ。あんな顔されたらそういうわけにもいかないよな。この様子で言うと、マリ側も主人公がちゃんとマリのことを覚えてるってことに気づいているってことか。いや、ちょっと複雑。こんな思考しなきゃいけないエロゲだったっけ。意地を張っている場合でないと、そう頭では理解していても、だけど今の僕ではあの時と全く同じ気持ちで向かい合える気がしないから、今でも好きだって言えたのならこんなに悩まなくて済んだのに。あ、じゃあ冷めちゃったんだマリへの恋心は。問題は何があったかだね、マリじゃーん。めっちゃマリちゃん回想シーン。つまり僕はどうしようもなく初恋をこじらせていたのだった。朝プロジェクト。はい、ということで恋愛ロワイヤルの体験版が終わりましたね。ちょっとエンディング後のオープニング映像を眺めてる時に考えていた締めの言葉が全部書き消されたような後日談でしたな。マジで製品版気になるんだけど、朝プロさんってそんなエロい手法を使ってくるとは思わなかった。まあこの後もね、朝プロさんのファンになってしまったので別の作品をやっていきたいなと思いますし、新作も冬には発売される予定らしいので、これからも末永く朝プロさんのお世話になろうかなと思って、次回作のエロゲ実況も頑張っていきたいと思いますので、皆様どうかそちらもご視聴していただけるととても嬉しいです。ということで恋愛ロワイヤルの体験版実況、ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。